アストロズ6対2エンゼルス、2日、ヒューストン。投打同時出場となった大谷翔平投手は制裁を書き、2敗目を喫した。6回を投げ、今季ワーストタイとなる5失点 KO、同ワーストとなる9アンダーを浴びた。打では4打数無アンダー2三振に終わり、最後の打者に。僕自身がしっかり打てれば勝つチャンスはあったんじゃないかなと思います。と反省の言葉が口をついた。 打者大谷がゲームの流れを変えた場面に挙げたのが2点を追う3回 1C1、2塁の第2打席。前打席で95マイル超のシンカーを主体に懐を攻められていたが、配球が一点。カットボールを3球続けられての空振り三振に倒れた。あそこが一番のチャンスだったんじゃないかなと思うので、序盤に点数取れたんじゃないかなと思います、と悔やんだ大谷。 ここで流れを引き寄せられなかったことで、苦しい投球を強いられることになる。4回は3連打で満塁のピンチを招いたが、辛くも無失点で切り抜けた。しかし5回は西から死球で走者を出塁させ、連打で痛い追加点を奪われた。6回も西から内野安打で走者を出し、続くジュルクスにダメ押しの2ランを被弾。直後には珍しくマウンドでがっくりと肩を落とした。 自身が課題と口にしていたスライダー系の曲がり球で2飛弾。系的には悪くなかったですよね。ただ相手が狙っているところで抜けたり、ホームラン打たれたり。抜け球が多かったなと思います、と分析した。追い込んでから通打されるケースも多かったが、アストロズはどちらかというとスライダー狙い。ケアしてくる確率が高かったんじゃないかと。 有利なカウントで違う選択肢があったんじゃないかと。相手の反応を見れば、と悔しさを滲ませる。同地区のライバルは、徹底してくるチーム。バラバラに攻撃するのではなく、全員が目的を持って狙ってきている。そういう強さはある、と語った大谷。4月と比較して5月以降の被打率はほぼ倍まで跳ね上がり、防御率も3.30と悪化の一途をたどっている。 試合後に課題を明白にした大谷。3月の WBC からフル回転しており、疲労が蓄積していても不思議ではない。ただエンゼルスが浮上していくためには、大黒柱の復調が必要だ。新しい解説。やっぱりベーカーさんが、すごいと思う。いきなりローテーション変えて。バルデスを大谷にぶつけるあたり、大谷にプレッシャーを与える作戦が。 見事に余まってる感じがする。初戦も先発のない投手を大胆にぶつけてくるし、投手交代も絶妙だったと思う。確かに、大谷に避難が集まるのは仕方がないけど、彼がやれることはしっかりできてると思う。本来、サンドバルがバルデスのような投手になるべきで、大谷が先発の柱のままなら、あと、1.2枚先発取ってくるしかないな。 明日のサンドバルで、なんとか一生を。新しい解説。今日は単調な攻め方だったね。縦に落ちるスプリットや緩い系のチェンジアップ、スローカーブを混ぜないと相手の目は慣れてしまう。キレがない時は特に。逆に相手投手のバルデスは全てのボールが腰より低くシンカーも速い系と遅い系で、投げ分けており完璧に抑え込んでいた。 このままだと5月と同様6月も苦しい月になるだろう。新しい解説。最近の大谷選手はサイドスロー気味にスイーパーばかり投げている。それに合わせてストレートも横から投げる。本職のサイドスローみたいにスナップ効かせて投げないで腕力で投げるから空振りも取れないストレート。そしてスイーパー多投して打たれる。もっと上から角度つけてストレートとフォークでビシビシ投げてほしい。 そして、スローカーブと。今のままではサイアン部署なんてほど遠い気がする。今の大谷選手は偉大すぎて誰も助言できないのではないだろうか。とにかく、スイーパー禁止にしてほしい、アンダーラインバックスラッシュ。新しい解説。また、甘いスライダーをホームランにされてしまった。毎度、この繰り返し。これが続けば、防御率はどんどん下がって、 波のピッチャーになってしまう。160km フォーシームなら、ホームランにされることはほとんどないのに、大谷はフォーシームを投げて空振りが取れず、バットに当てられると、諦めてスライダーを投げて打たれてしまう。他にスプリット、ツーシーム、カットボール、カーブと持ち玉はあるのに、一番コントロールが良いのはスライダーなのか、カウントが苦しくなると、スライダーを投げて打たれてしまう。 一年目の時はスプリットが大谷の代名詞で、アンヒッタブルと言われる必殺級だった。今、あのスプリットを投げれば無敵だろうに、トミー・ジョン手術の影響なのか、その後は一年目の時のような落ちの鋭いスプリットが投げられなくなっている。新しい解説。今日みたいに苦手な投手と対戦するときは打席に立たなくていいと思うけどな。 暑かったみたいだし攻撃の時に休憩できてればもっと良い投球ができたかもしれない。新しい解説。年々スプリットの質が落ちているから投球の幅が狭い感じがする。縦の変化球がないと的を絞りやすい。せっかく良いカーブあるのだから初回から使おう。爪の影響もあるのかな。新しい解説。もう、リアル二刀流は封印した方がいいかもね。 投手で出場するときは、投手のみで集中する。DH の枠が開くので、攻撃にもメリットがある。モニアック選手または外選手あたりをスタメンまたは DH に入れれば、また展開が違ったかもね。確かに我々野球ファンは、彼が活躍して、いろいろな夢は見たいけど、30歳手間で、肉体的にも衰えてくるかと思うので、 大きな怪我をする前に真剣に考えた方が本人のためだね。新しい解説。未だに大谷の意向や発言権が GM や監督を上回ってると考える人間がいることが理解に苦しむ。本人も自分は一選手でしかないと何度も言ってるし、普通に考えればチーム編成権は首脳陣にあって選手のわがままなど通らないことぐらい、わかるだろうに。 大谷の今の地位は投打で死に物狂いでチーム内ライバルから勝ち取ったものだ。譲れなんておこがましい。大谷が偉大すぎて夢見てるのはファンの方じゃないのか。新しい解説。今日は球自体は悪くなかったと思う。ただ、少し横から投げていたせいで2チーム、スプリットが全くコントロールできなかったように見えた。違う球種の選択肢があった、とあるが。 あの配球ではスライダーを狙ってくださいと言わんばかり。リードは保守に全面的に任せた方が良いのでは大谷が配球決めているんでしょ新しい解説。打席での構えを変えて2ホーマー出たのに。またスランプが続いてしまうのかスプリットとカーブはあまり投げたくない理由があるのだろうか今日の内容ではアストロズクラスの強敵には通用しないことがわかりましたな。